う感じにしたいな。やるからにはね。じゃあ俺が歌うか、粉雪を。では歌います。やば。おー、ベテランチ、ベテラン中学生、片腕なくても野良犬殺せる人気の YouTuber。 おー、ベテランチ、ベテラン中学生、我ブンブンゆえにハロー YouTube、 デッカルットベテランチ、ランラン、ベテラン、ベテランチ、ルンル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 ルン。ありがとうございました。これ粉雪だった？これ粉雪じゃないです。これは、あの、ベテランチの歌っていう歌です。あー、これ知らないでしょ？でもなんか聞いたことある気がする。これあの、ファンの人が、勝手に作った。うん、あー、俺に許可も取らずに、うん、勝手に作って、うん、俺が何も言ってなかったら、勝手にカラオケに入ったっていう。え？カラオケ入んの？この歌。うん。やばくない？ジョイサウンドに入ったって。すごいじゃん。で、その人とこの間会ったんすけど、北海道で。なんかもし奇跡的にいろんな人が歌って印税が発生したらどうしますかみたいな。うん。いや、まあ別に出たら、儲かったら儲かった分別に折半しましょうよみたいに言ったんすけど。なんかそのカラオケの登録に3万とかかかるらしいんですよ。そうなんだ。なんかそれでもだいぶ安くなってるらしいんですけど、本当はなんか昔やったら何十万でかかったのを、うん、今自動でやってくれるのがあって、うん、数万でカラオケに登録できたらしいんですけど、でその数万を超えたら、うん、1円単位で半分に割って僕に送ってくださいよって俺は言ったんですけど、うん、その人がまあ10万ぐらい儲かったらちょっと折半っていうことでって言って、なんかもし4万ぐらいしか儲からんかったらその2万俺にはくれへんらしい、その人は。でもいいですよと思って作ってくれたから。確かに。だから、いや、すごいね。歌ってみてください、僕の曲。なんだっけ。おー、ベテランチ。あの、カラオケでね。あー、あー、わかりました。今は歌わなくていいよ。歌えるわけない。わかったわかった。そうなんだ。